こんにちは、ハッスルジャパンです。今回はアメリカで GR カローラが発表され、アメリカのファンが歓喜した話題についてお届けします。トヨタガズーレーシングは3月末に新型 GR カローラをアメリカにて世界初公開しました。カローラハッチバックをベースにモータースポーツを起点としたより良い車作りを追求したホットハッチです。日本市場でも今年後半に発売される予定となっています。GR カローラはレースで勝てる車をベースに一般市場で販売するという野心的な試みを行っています。エンジンは GR ヤリス搭載の 1.6 リットル直列3気筒を改良し、最高出力を 300HP にまで高めています。またヤリス譲りのスポーツ 4WD システム GR4 を搭載しています。結果としてカローラの域を超えたとの呼び声も高いです。米オートブログ誌の読者は、GR カローラである本社をアンチカローラと表現し、深い自動車ファンであれば本社の価値を理解できるだろうと述べています。これはアンチカローラのカローラなのだ。通常のカローラのイメージと、カローラがこれまで追求してきたことのほぼすべてに、反旗を翻している。このような時代にようやく、この種の車を発売する勇気を出したトヨタに、大いなる賛辞と敬意を。しかもマニュアル車だけとは、同誌への別のコメントには、スバルと対比させた形のものも見られます。トヨタは自問したのでしょう。そうだね、スバルがきちんとした STI のハッチを作らないなら、我々でやってみようじゃないか。新型 GR カローラは、これまでトヨタにはさほど関心がなかったユーザーの興味も引いているようです。米カー&ドライバー誌の読者は、トヨタはそこまで大ファンというわけではないのですが、この GR カローラは最近目にしたトヨタ車としては一番印象的だと思います。と語っています。これほどまでにトヨタの熱意が注ぎ込まれたスポーツカーは見たことがありません。 STI も名車ですが、現行の中ではトップのホットハッチとして GR カローラがその地位を奪取できると思います。別の同志読者は、トヨタのファンではありませんし、カローラなんて考えられる限りで一番セクシーではない名前だと思いますが、でもこれはすごいですとし、長所として1気筒あたり 100HP、 排気量1リットルあたり約 190HP というエンジンスペック AWD 全五輪 LSD などを列挙しています。 GR カローラのライバルとして各種は3モデルの名前を挙げています。米ロード商誌は、スバル WRX-STI の新型がしばらく発売されないことから、AWD モデルのフォルクスワーゲンゴルフ R、および前輪駆動車としてはヒョンデエラントラ N が競合になると見ています。日本車では、今後登場する11代目ホンダシビックタイプ R が同じマーケットで競うことになります。米モータートレンド誌も同様に、300HP クラスのホットハッチがライバルになると見ているようです。トヨタはまだ GR カローラの価格情報を公開していませんが、ゴルフ R、シビックタイプ R、エラントラ N はすべて4万ドル前後のレンジで販売されています。GR ヤリスもモデルにより3万9000から4万4000ドルの範囲で流通していることから、カローラ GR も同等の価格設定になるのではないかと同社は予測しています。